末吉中継局は、鹿児島県総市末吉町の高行き港にある、テレビ FM ラジオ放送の中継局。鹿児島県を放送対象地域としている放送局が設置している。総市末吉町、宝部町を主な送信エリアとしており、総市大隅町、鹿野屋敷北町、霧島市福山町にも受信している世帯がある。 宮崎県との県境にほど近い場所に設置されている。宮崎県にある民間放送局が2局のみであることから、総市に隣接する宮崎県都の城市や三又町では、末吉中継局や鹿野屋中継局向けに UHF アンテナを設置する世帯が少なくない。宮崎日日新聞の番組表では、アナログテレビ放送終了まで、都の城のチャンネルとして、 末吉中継局の番号が掲載されていた。ただし、宮崎県方面へは送信アンテナが設けられていないため、県境に近い地域を除いては、放送区域外とされており、区域外の地域で良好に受信するためには、高性能アンテナを使用あるいは、BTV に加入する必要がある。FM 放送は、NHK 鹿児島放送局のみが、末吉中継局を設置しており、 民放である FM 鹿児島は設置していない。しかし、総市周辺では、ワニツカ山から送信されている、宮崎県の FM 局の電波を容易に受信できる。南から民放局のデジタル中継局、KTS、雇用手のアナログ中継局、NHK のデジタル中継局、NHKMBC、KKB のアナログ中継局、 NHKFM 放送の中継局が並ぶ。民放局のデジタル中継局兼、KTS 雇用でのアナログ中継局2008年8月29日に予備免許、10月1日に本免許が付与。9月18日から本放送と同様の試験放送を実施し10月6日に本放送を開始した。アナログテレビ中継局群左側が、KTS 雇用手。 中央が NHKMBCKKB。右側は建設中の NHK デジタルテレビ、中継局 NHKMBCKKB のアナログ中継局画像右は建設中の NHK デジタル中継局1965年12月16日に NHKMBC の中継局が開局し、後に KTSKKB 雇用手も中継局を設置した。 2011年7月24日のアナログテレビ放送終了に伴い運用を終了した。VHF 局は鹿児島市の城山からの電波を、UHF 局は鹿屋中継局からの電波を、総市大隅町の大隅中継局を経て中継していた。UHF 局が鹿屋大隅中継局経由であるのは、鹿児島本局がある鹿児島市支原と、 末吉中継局の間に位置する桜島が障害となって直接受信が不可能であったためである。MBC が設置した中継局としては初めて UHF 隊を使用した中継局でもあった。NHKFM の中継局 NHKFM 放送の中継局のみが設置されている。FM 鹿児島については、鹿児島本局、アク中継局、アイラ中継局、 カノヤ中継局を遠距離受信することになるが、全国ネット番組に限れば、FM 宮崎でも聴取することができる。ありがとうございます。